9月29日は、グレゴリオ歴で年始から272日目にあたり、年末まで、あと93日ある。ブラックソックス事件。翌年、永久追放処分を受けた、悲劇の8人図でン地方の貴族問題を討議した、ミュンヘン会談。ドイツを増長させた、悪しき優和政策と後に批判されるウクライナバビ、ヤール渓谷でのユダヤ人虐殺。 翌日までに3万3771人が殺害されたソ連ウラル地方、マヤー区核技術施設での原子力事故。汚染地域を記した地図日中共同生命調印、田中角へと、州恩来下関通り魔殺人事件。画像の下関駅東口は、その後、火災により回収されている、米海で緊急経済安定化法否決。大きく下落する。 ダウ平均株カルネサン式ベネツィアで活躍した画家、ティントレット誕生。画像は、奴隷の奇跡ロココ芸術前世紀を築いた、フランスの画家、フランソワ・ブーシェ誕生。画像は、水浴のディアナ英国海軍提督、ホレーショ、ネルソン誕生。実存主義的な姿勢感を追求した、スペインの思想家、ミゲルデ・ウナブーの誕生、赤い鳥を創刊し、 日本児童文化運動を経営した児童文学者、鈴木美恵地誕生ソビエト連邦の生物学者にして、農学者、トロフィム、ルイセンコ誕生。疑似科学的なやロビ農法は、共産諸国に広く支持され、多くの弊害を招いた原子核分裂の連鎖反応制御に成功するなど、各物理学に多大な影響を残したイタリア出身の物理学者。 エンリコ・フェルミ誕生シルビオ・ベルルスコーニ誕生史上二人目の欧州三大,大大会制覇をしたイタリアの自転車競技選手フェリーチェ・ジモンディ誕生ウクライナを初のワールドカップに導いた英雄的サッカー選手アンドリー・シェフチェンコ誕生カエサルと共に第一次三島政治を担ったグナエウス・ポンペウス亡命先のエジプトで暗殺くしくも誕生日であった第九大未と藩主 徳川成明、安政の大国での実況処分から1年後に、旧制最後の長州罰、田中義和、長作林爆殺事件で直感をこむり、辞職後3ヶ月で病没最後陥落時の南ベトナム大統領具演盤中、亡命先のアメリカで各種ハンガリー出身の発明家、ピーローラースローと彼が発明した、ボールペン招き猫の費用菓子の日。ありがとうございます。